今回の、今話題になっている渋谷の同性パートナー条例ができたのも本当にこの条例があってこそということで、渋谷区長の、桑原俊武様より、ご挨拶いただきたいと思います。桑原区長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、渋谷区長の桑原でございます。本日は東京レインボープライド2015が盛大に開催されますことをまずもってお喜びを申し上げたいと存じます。この度渋谷区では性別等にとらわれず一人一人の違いを受け入れる多様性を尊重する社会を推進する条例を制定しました。制定にあたってはありがとうございます。今日ここに見えている岡田区議会議員がいらっしゃいますけれども、彼女は再三にわたって私に対し全ての人が幸せになれる社会の実現をという願いを提案をされました。私もその通りだとこのように思いました。渋谷区の条例は LGBT をはじめとするセクシャルマイノリティの方々の支援の第一歩を踏み出すものでございます。思えば日本国憲法は基本的人権として人は全て幸福を追求する権利を有する、このことを宣言しております。まさに性的少数者の皆さん方にとってこれを保障するものでなくてはならない、このように考えております。今渋谷区は性的少数者を温かく受け入れ、全ての人々が希望を持って自分の幸福な人生を追求できる社会を実現しなくてはなりません。ありがとうございます。渋谷区は温かいメッセージを受け取ることのできるように人々の意思系の啓発と仕組み作りを真剣に取り組んでまいりたいと存じます。皆様方が等身大の姿で暮らしていけるよう、寛容で多様性を尊重する社会の実現を心から願って一言だけ挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは続きまして。